はい、始まりました。ザ・ノイジーズ。よろしくお願いします。どうも。俺、僕ね、もう一個出てる番組がありまして、はいはい。共感シアターの方でね、大西君と特撮の方でやってるんで、そっちの方で多分喋るのでね、多く、今回詳しいことね、報告を見てきましたっていう。うん、その共感シアターの方で、まあ、2回ぐらいやったのかな、この公演について。うん。なんか、制作決定の時と、うんうんうん、だ公開直前、ケツの3話を見ようみたいな、うんうん、最後の3話をっていう状態だったんで、まあ、そこからやったんで、まあ、行かねえとダメだよな、っていう、さすがにっていう、その、ことで、まあ、ちょっと土曜日ね、2日目、公開2日目の土曜日に行ってきまして、すげえ混んでて、なんだ、でも20年前のね、特撮ヒーローで、ね、まあ、当然好きなファンが多いのはわかるんだけど、うん、まあ、こんなに混むのっていうぐらい人いて、うん、で、これとか、もう一個、DVD 付きのパンフレットとかあったんですけど、そっちも売り切れたりとかしてて。DVD はメイキング入ってる。何入ってるんですかね、分かんないです。だから売り切れてたんで分かんなくて。あ、ここまで来るとあれだよね、うん、その今回の劇場版につながるエピソード入ってるぐらいやってるかもしれない、ね。なんかやってるかもしれない。なんか漫画はなんかメディアミックス漫画やったりとかしてるっていうのがあったんですけど、うん、なんかグッズもなんか全然売ってなくて、すげえ盛り上がってるじゃんと思って、ちょっと、すいません、舐めてましたっていうね、すげえ好きな作品なんですけどっていう。うん、本当に最終回から一応まあ直結したお話っていうことだったんで、まあ本当そういう感じではあったんですよ。満足度はどうだったの？100点満点で言ったら。ああ、ちょ、これ難しいところで、本当にね。これちょっとね、感想とかね、まあ、ネットで調べてみたらいいと思うんですけど、まあ、結構分かれてて、で、僕はね、まあ、まあまあまあ、いいんじゃないですかっていう。うん、一応続きだし、で、なんかそれなりになんか、一応話もちょっと前進させる、その最終回から。うん、あれ、で、うまくんはガチ世代、うん、ガチ世代、リアルタイムですよ、僕。ああ、うん。アクションは結構ね、まあまあ、確実に低予算なのはもう、もろ見えなんですけど、うん、結構頑張ってたとは思うんですよね、見せ方とか。途中でアクセルフォームっていう超高速で動ける、技があるんですけど、うんうんうん、それの演出とかが、多分ね、ファイズの後に出た映画で、うん、X-Men のクイックシルバーとか、うん、フラッシュとか、うん、あの辺を経た後の、その超高速アクションをやってたんで、ああ、なんかアップデートされてんだ、ちゃんとっていうのはね、うんうん、結構見れてね、その辺はやっぱね、好感がありましたよね、なんかね。うん、そうか、うん。まあじゃあそこら辺の、もうこと細かい感想はもう共感シアターの方で。多分ね、でもね、あんまり変わんない気がする。まあ、相方がすごいから、そっちの方は。ね、だからこれは、このファイズの脚本は、ね、井上俊樹大先生がやってらっしゃって、うん、今、井上先生は、なかなかこう、荒っぽいことをすごくやったりするので、うん、脚本で。うん、で、なんですかね、このファイズの時はすごい良かったんですけど、うん、これ直前にドンブラザーズとかやってたから、あ、ドンブラザーズのなんかそういう思い切りとかがちょっとまだ抜け切れてないままこっちになっちゃったんじゃないのっていうそれはどうですか先生みたいな感じのいや、ちょこちょこ見受けられるっていう。あ、なるほどね、うん、混ざっちゃったもんね、ノリがね、なんかね、えっていうけど、本当正気ですかみたいなのがあって、うん、あ、そこら辺で、うん、なんだろう、自分たちが好きなファイズと、うん、なんかちょっと違うものが混じったことが楽しめたかどうかってあるのかな、じゃあそこの評価は。一応ちゃんとベースはファイズやってるんですけど、うん、なんかね、あとまあそのオリジナルとの違いで言うと、今回PG-12 なんですよ。うんうん、あ、楽しみしてるってね、そこがね。そう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 、うん、まあとある演出うん、とある男女の演出があるんですけど、うん、なんかもっとうまいことやれたんじゃないかな。だったらもっと印象強いものになってたかもしれないけど、うん、すいません、なんかね、なんか文句ばっかり言ってね。嫌いじゃないですよ。まあ、だけど、まあ、なんとなく楽しめたってことでしょ。まあ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 。全体としては、ね。そうそうそう。うん、あと1時間ぐらいなんで、ね、サクッと終わるんで。うん、だから1時間しかないのに、結構いろんなことやんなきゃいけないから、駆け足になったりとか、なんかまあね、まあちょっとさすがにテレビシリーズやるパワーもないでしょうから、うん、
いやすごいね。もう俺の世代でもヤマトとかさ、本当に何十年ぶりがムーブメントがしてるけど、そのサイクルが本当にすごいね。しかもあの、うん、最近あれはデカレンジャーも20周年とか あったね、うんうん、この前の時もなんかあったよね、何十周年って動きがね。だからさ、最近特撮ヒーローさ、あのちょっと多すぎて把握できてなくてさ。そっか、また5年ぐらい経ったのかな。俺がなんか思った時、デカレンジャーの時にまた久しぶりにみんなが集まってなんかあったよね。あったし、それこそあのギャバンとかと一緒にやったりとか。あれもあったね、そうそうそう、あれもちょっと前だけど。デカレンジャーって結構ちょこちょこやってるから、なんかどれがどうなってるっていうのがね、そう。俺もデカレンジャーはこの年の割には全部見たからね、面白くて。ね、あの、第1話でいきなりリベリオンをやりだしたっていう。そうそう、ガン型やったからね。そうだよ、俺、うん、デカレンジャーとタイムレンジャー見たからね、全部ちゃんと。うん、古い話だけどさ。だ何周年ものが多分この先でもどんどん出てくるから。ずっとやるんじゃないですかね。もうあれだね、レッド大集合とかああいうのはもうやらなくなって、今あのピンの作品の何十周年はこれが今やってるのね、東映はね。じゃないんですかね。でだって俺いつも通りの多分そのなんかヒーロー対戦みたいな、うんうん、多分こうシーズン の, あの必ずやるやつとかは多分やりつつとかじゃないですかね。ってことは虎視眈々とクーガを狙ってるってこと、いつか小田切城がね動いてくれるかどうか、あれ唯一劇場版がないんですよ、平成ライダー。まあまあ当然 お客さんはまあ ほぼ当時の人ですから、うん、だから一応だから俺とかもね、そのリアルタイム見てたから、あの時のキャストが普通に20年経った姿で出てきて、うん、同じ役やってるわけですから、まあ感動はしますよねっていう。まあね、まあなんかちょっといろいろ言われちゃったけどさ、俺普通にブラックもう一回やれ直した方がいいと思うけどね、見やすいやつ改めて新仮面ライダーブラックの、ね、普通にね、うん、普通にみんな見やすいやつ作った方がいいと思うよ。うん、あとまあこれね、見た人だったら分かると思うんですけど、やっぱ20年経つとみんな役者としてのその、うん、なんですか、立ち振る舞いがだいぶやっぱ変わってて、うんうんうん、この主役のね、半田健人さんって、うん、今結構昭和キャラみたいな感じでやってる人なんですよね。うん、まあ、それのせいもあるのか、なんか一人だけ芝居がなんかもうほんと劇画みたいな、当時なんか藤岡弘みたいな感じで、なんかね、なんかスパイダーバースみたいになんか違う次元から来た人みたいななんかね、トーンで。俺そことは、うん、藤岡さんの継ぐのはファイズってことだよね。可能性ありますね、芝居だけで見た場合にね。ずっとその後にいっぱいこれからまた仮面ライダー生まれるわけじゃん大先輩としてファイズが君臨する可能性あるんじゃん、ちょっとね。ファイズ彼が出てくるみたいな。役者の質だけで見たらそういうことなんですけどだみんな結構それぞれがなんですかね、わざとやってんのか、その芝居のトーンを揃えてない感じがあって、ああ、なんか本当スパイダーバースみたいな、なんかそのそれぞれの世界から来た人たちみたいな感じがして、だその半田健人が喋り出すたびに俺ちょっと笑っちゃってさ、笑っちゃいけないんだけど、全然そういう俺だけの可能性があるんだけどっていう。笑っちゃうけどかっこいいみたいな感じ。うん、だからその一人だけなんか急になんか筆圧が下がったみたいな、線のなんか線が太くなったみたいな感じがしてね。まあ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 、必要だよね、そういうのはね。すげえ、なんか仮面ライダーみたいなやつが本当にいるぞみたいなね。20年を感じたなっていう。当時はなんかまだみんなペーペーだからさ、なんか、もう多分演じるので必死みたいな感じの。だったのがもう多分みんな役者としてみんなそれなりに成長してるからさ。そうか、すごいね。デカレンジャー、うん、デカレンジャーちょっと見に行ってもいいかもしれないな。俺犬長官が大好きだったんだよ。犬長官ね、うん、犬長官の海外版だとさ、なんか着ぐるみが多分ダサいのか、なんか鱗みたいなのがついてなんか超気持ち悪くなってたっていうね、あれ可愛いんだよ。だけど変身すると一番強いんだよ、だってそうそうそう、長官は。あとなんかなんだっけ、工場がなんか100個をぶった切るみたいな、そういうなんか超かっこよかったですもんね。と、うん、ことはエンディングもね、ちゃんと佐々木さんでこうやって2025バージョンかなんかだってそうなんだよな
てえな、デカレンジャー。また予算が低い。まあ、あの、ギャバンでもう俺やられちゃったからね、超期待していって、え、この予算ですかみたいな感じはね。だし、ちょっとあの、ギャバンのリブートに関しては、もう大失敗でしたからね、あれは。ビジュアルが良すぎたよね、最初のキービジュアルが。こんなに面白くないもん、どうやって作るんだってぐらい嘘だろってぐらいちょっと。そうね、うん、あのなんかあの予算をちゃんとある程度かけているようかのようなポスターだったからね。そう、うん、そこだよね。そうだいぶあのギャバンに関してはだいぶポスターで貼ったりかけられてましたからね、あれね、うんうん、でもうヒーローもの自体があの盛り上がったからさ、アメコミヒーローものが、うんうん、今回に関してはあともう誇張なし、これが全部出てくるし、お祭りでね、あのヒーローがまた帰ってきたって感じでやってる。そう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 、まあまあまあ、だけど、まあ、あれよりは今はちょっと見てないからあれだけど、もっとあれでしょう、あのあくまでもテレビ番組のちょっと豪華版というぐらいの感じでやってるわけでしょ。そうは言っても、そうですね、ね、その感じでもう見る方も多分体制っていうか心構えができてるでしょ、うん、もう今時のお客さんだったら。そうそう、うん、だから先生だからちょっと PG12 で部分的にちょっと過激な瞬間がちょっとあったりするけど、まあまああとはまあそんなに変わりはないかなっていう、うんうん、感じでね。座組もみんな一緒ですから、スタッフとかもね。ね、うん、いやー、わかりました。まあちょっと俺もね、2月だよね、ウルトラマン新作見に行くつもりになってますから。全然テレビシリーズ見てないの、まあ、俺もあの今回だそう、やっぱこれで仮面ライダー見たからなんですけど、うん、でも予告がさ、やっぱそれ用の予告になってるからさ、うんうんうん、上映されたのが、うん、ウルトラマン流れて、いや、ちょっと面白そうだなと思って。でしょちょっと思うでしょ、俺、テレビ見てたんだけど。俺もそう、ブレーさ、で、録画はしてるんだけど、ほんと2話ぐらいしか見てなくて。でもなんかみんなね、あのね、佐野史郎さんを筆頭にすげえみんな褒めてるからさ。面白いって話だけは知ってるんですよっていう、うん、あれはね、俺はあえてテレビシリーズ一切見ないで見に行くだから、もう続きなのかな、あれって途中の話だから、まあ、まあそれすらも分かんないんだよね。分かんない、うん、まあ、その後多分ちょっとテレビシリーズちょっと見てみようかなみたいな、うん、もうね、うん、はい、ね、いやー、分かりました。まあね、これ以上詳しいことに関してはもうちょっと共感しちゃった。あと梅君よりさらに言葉を巧みに操ろうとかね、相方いますんで、そっちの方は、うん、そうです、もっと見てる男でしょ、うん、大西くんは、うん、本当にシネフィルを地で行く男っていう ねシネフィルなのにこういうのものすごく熱く語るっていう男ですからね。名探偵コナンもいける男ですから。そう、うん、もう向こうの方は、まあまあ、彼にも任せるんでね。そうそうそう、うん、で梅くんはずっとね、ちょっとぬるま湯の露天風呂に入ってる感じでずっといるってちょっとあれだ、これなんか、あの、うん、今日と同じ話をします。そうそうそうでもね、そう、あのお風呂から上がると寒いからとりあえず中にいるだけっていう感じ。そう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 です。まあまあでもね、まあ記念のお祭りですから、まあお祭りにしてはちゃんと、ね、割とこうしっかりやってるっていう感じなんで、うん、そこら辺はなんかちょっとね、なんかそつなくなってるような気はするんだけどね。まあちょっと俺はあくまで外野的なところしか見てないからあれだけど、うん、いやだってさ、昔のね劇場版って言ったってさ、劇場版って言ってるだけでさ、ひどいもんが山ほどあったわけじゃないですか、まあね、昔はね、再編集版だったりとかね。そうそうそう、うん、そっから比べればもうこんなのはもう本当もうありがとうございますって感じですから、ね。テレビシリーズだって、YouTube で予告編見てるだけだって、もう信じられないクオリティだからね、今、テレビのやつも。うん。いや、だけど本当にね、今回のその、いろんな技回りとか、やっぱ CG の使い方とかも、もう、バッテンに上がってるから、うんうんうん、感動しますよ。だからついこの間、その最後の3話見たって言ったんだけど、うん、もう当時のレベルの CG のあれを見た直後にこれ見てるから、感動ですよって、どんなもん出されたところでっていうと。宇宙に行くやつちょっと見たのかな、何話か。あれでもう、どぎものからもうついていけないわ、すごすぎて。うん、もう無理だ俺の仮面ライダーは、うん、この間もその同時再生してる時に、うん、嘘だろっていうね、その背景にさ、そのスマートブレインっていうその悪の企業のさ、うん、なんかその建設予定地みたいな看板が立てられてんだけど、うん、もうマジでフォトショップでさ、なんかそのもう白いなんかのカンバスの上にさ、スマートブレインよなんか建設予定地っていうのがただ後ろのにたらのなんか貼ってるだけで
看板マジかみんなでしょうがないってもうそれは、うん、そっから比べだね。あと今はだってもうだって俺が見たやつガムライダーだってもうほとんどあれじゃないですか、あのそのアクターさんが動くよりも CG の方がもう前に来ちゃってるじゃないですか。まあ、ものによるんだろうけど、俺がたまたま見たやつはもうほぼ、まあ、言ってみれば SNK とかさ、カプコンのゲームみたいな感じをそのままやってるよね。うん。だからね、ちょっと、もうやっぱ進歩してますよ。うん。ね。感動。うん。ね、上がりました。じゃあまあそんな感じでね、はい、ちょっともう今回は、あの、仮面ライダーファイズの最新作のね、パラダイスリゲインド。こちらの梅くんのさらっとした、結構言ってくれたね、いろいろ感想をなんか、ね。いや、ほぼ言った。まあ結論としては、まあいいところもあるし、悪いところもある。入れたことが良かったってことだね。まあね。なんだってそうじゃねえかっていう話なんだけど、すいませんね。いや、もう本当にありがとうございました。はい、でも新キャラとかもすごいね、良かったんですけど、僕は、はい。満足ことね。良かったと思います。はい。じゃあ、とりあえず、ザ・ノイジー的には次はね、次、ウルトラマン。これはやんなっけ、ブレーザーだっけ、ブレーザー、はい、これを多分行くと思うんで、その感想ね、感想をねちょっと喋っていきたいと思いますんで、はい、そうですね、ありがとうございします。その時はね、はい、勉強全然足りないんで、いろいろとツッコミどころを書いてみんなで盛り上がりましょうってことで、はい、何卒よろしくお願いします。はい、そうね、こんな感じで、たどたどしく毎日頑張ってるチャンネルですのでね、ぜひ動画の高評価無理でもね、あとチャンネルの登録何卒よろしくお願いします。はい、ということでまた次回お会いしましょう。で、共感シアターね、梅くんやりますんで、そちらぜひご覧ください。どうも、ご視聴ありがとうございました。